にちは、ワネルグルビジです。では今回は、松尾バイアンを現代元ミレニアムタウン、アメリカ軍プレイ、続けやっていきたいと思います。ですね、前回最後に、シリア、そして、ISIS、イスラム国ですね、いわゆる。こちらに対しての宣戦布告を行う準備を始めました。で、部隊としてはですね、イスラエル、友好国であるイスラエルにですね、部隊を2つほど派遣を決定しています。1つ目がここですね。全部で7師団からなる部隊、さらに10師団からなる、さらにヘリコプターの支援もついた自動車化歩兵に相当する部隊ですね。で、さらにですね、海軍の再編を行っておきました。まあ大体ですね、10個程度の艦艇が揃うような形で、海軍の再編を行っています。で、一応ですね、空母とか強襲揚陸艦には、艦載機を搭載しています。まあ例えばなんですけども、今ここご覧いただいているのが、ワスプ、クラスですね。ワスプクラスには艦載機10機搭載が可能です。なので、10ずつご覧の通り搭載しているという状態ですね。で、一方で、正規空母のサイズになってくると、例えばこのミニッツ級とかを見ておくとですね、60機配備が可能で、すでにこの60機を配備済みです。ホーネットですね。60機配備済みという状態になっています。では、艦隊を送り込んでいきましょう。今回送り込む艦隊なんですが、まず第1艦隊。この艦隊は、正規空母ホーネットが配備されている艦隊になっていて、これをですね、ズバリ、中東に派遣していきましょう。今、戦争がまさに起きている、ここですね。であとは、強襲揚陸艦率いるワスプが多数配備されている、こちらの艦隊も、はい、送り込んでいきます。では、これで時間を進めていきましょう。まだね、宣戦布告ができる状態になるには、まあ、ほど遠いという部分もありますので、しっかりと時間を進めていきます。今のままいくとですね、一応2019年の8月19日に、宣戦布告が可能な状態になりますと。こういうのが ISIS に対しての対応になっています。なので、まあ、2年以上かかるというところですね。ここは選挙の話が出てます。ここはライセンス生産の話ですね。国家方針はこのままゴリゴリと、軍事系のものを進めていきます。そして、ドイツからですね、それぞれ投資の話が来ています。インフラの投資の話ですね。まずドイツに関してはアクセプトしていきましょう。受け入れですね。そして、韓国に対しては拒否していきましょう。まあ、サクッと言いましたけどね、そういう状態です。ではここで日本に対しての、独立保障を復活させていきます。まあ、日本に限らずですね、オーストラリア、ここに対しても復活、まあ、原則復活させていきます。まあ韓国
まあ大してはね、そういった対応はしませんが、やっていきましょう。サウジに対してはもうこれ独立保証が効かなくなってるね。まあおそらくちょっと中身見ておくと、サウジに関して言うと、今、独立保証をかけることができないという状態になっていますね。まあ、サウジ自体がこれ、陣営に属している状態なので、まあ、ここに対して入ることができないと。独立保証を全体的にかけることができないということになっているようですね。じゃあ、せめてね、イスラエルに対しては、行っておきましょう。できるのかな？できるね。はい。こんな感じで復活ですね、独立保証は。2017年12月ですが、まあ、大晦日ですね、31日、ここで安倍さんが再選を果たしたというニュースが入ってきます。この現代モッドだと、まあ、さっき早送り中におそらく飛ばしちゃってると思うんですけども、例えばね、ドイツのメルケル首相が再選されたとかっていう、エレクション、まあ、つまり選挙の結果もね、こういう感じでポップアップで出てきます。iPod 調のポップアップでね。
今回は一旦ここまでにさせていただきます。あの進めてきた内容としては研究だったり、あとはね、師団の編成、これを少し見直しました。まあ、全てを見直すには少しね、陸軍の経験値が足りないのでできていないんですけれども、まずこの特殊部隊ですね、ここを正面戦闘幅40に調整して、偵察だったり、あるいは砲兵だったりっていったいうものを入れてみました。まあ、現代モードでまだ戦争を一度もしてないので、どういう手段編成が一番フィットするのかっていうのは未知数なので、まずは一戦ね、やれるようにということで頑張っていきたいと思っています。で、シリア、そして、イスラム国に対しての宣戦布告ができるのが2019年の8月ということで、もう2019年に入りましたので、次回はですね、いろいろ宣戦布告をお届けできるんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひぜひ次回もお楽しみにしていただければなというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。